テレビくんのラジオ。無職とロータでもファイヤー挑戦、テレビくんです。よっ、まっしゃい。本日は就職します、働きたくないというテーマで話していきたいと思います。ずっと働きたくない、労働はゴミと言い続けて、先月15日でようやく無職になれて自由を満喫していたテレビくんですけど、働くことになってしまいました。たった1ヶ月もしないうちに自由を捨てて労働の奴隷に逆戻りしてしまって、もう本当に残念です。今日はなぜ自由を捨てて働くことになってしまったか話していきたいと思います。このチャンネルでは週5日8時間労働のアンチテレビくんがファイヤー達成までの日常をアウトプットしていくラジオ形式のチャンネルです。よければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。始まるよ。いや、悲しすぎますね。ブラック企業の派遣を契約終了で辞めてから、毎日好きな時間に起きて、でアニメ見まくって、作業しまくって、でしこりまくりの毎日 で失業保険もゲットしたところだったんだけど、もうたった1ヶ月でお別れです。でなぜかっていうと、6月でその朝礼がキモいブラック企業さんを辞めることが判明してから、でちょっとは働いた方がいいかもなと思って、でそのブラック企業の前に働いていた派遣会社に、まあ、以前繁忙期だけ入っていた短期のお仕事、また依頼入ってたらやれませんかとメールでお願いしておいたんですけど、それが本決まりしました。でなので8月から働きます。何をしていたかっていうと、まあ、車関係 で新車を出荷する前の点検作業をやってました。で2ヶ月だけの短期 で時給は1300円 で作業も1回覚えれば楽だし、周りの人も、まあ、柄が悪そうな感じの人が多いんですけど、まあ、気さくで気軽に雑談できる雰囲気で働きやすいお仕事でした。でしかも休憩が本当はその午前10時に10分間、お昼の12時から60分、で15時に10分ので、80分あって、で10分休憩は農館だよっていう風だったんですけど、まあ、その会社そのお昼休憩が30分早めに11時半から取る文化になってて、でお昼休憩が90分取れるんですよ。でもちろん時給込みで30分余計に取れます。でなので合計すると1日2時間近く休憩取れて、で午前午後の休憩時間もその時給に含まれるから1時間給料付きで休憩が取れるっていうのコスパがすごいいいお仕事ですね。で繁忙期だから忙しいんだけど、そのラストの3日間くらいはほとんど仕事がなくて、もうただみんなで椅子に座って携帯を眺めながら1日過ごして、で最終日は助かりましたって言ってくれて、でお昼にリーダーの人がくら寿司をおごってくれたっていうすごいいい職場でした。で自転車で30分くらいかかるけど、もう2回行ってるので雰囲気は分かってるので気持ちは楽ですね。でただ、まあ、ちょっと気になってる点があって、で6月の末ぐらいにその派遣の担当さんから、先方の会社からテレビさんがよろしければまた派遣を、ね、お願いしますっていうことなので、会社の方に申し込んで話進めますって連絡があって、こっちもまあじゃあお願いしますっていうふうに答えて、で待ってたんですけど、でそれがその失業保険を申請した日の夕方に本決まりしたんでよろしくお願いしますって連絡来たんですよ。でその日のお昼くらいにハロワに行って、で失業保険を申し込んだんで、その失業保険的にその申し込んだその日に働くことが決まってしまいました。で問題なのが内定日ですよね。でもし6月末に内定っていう扱いになってしまっていたら、内定取れてるのに失業保険を申請したことになってしまうの でちょっと失業保険的にアウトなんじゃないかと震えています。でハロワにその短期の派遣が入ってしまったんで、失業保険どうしたらいいですかって聞いたら、
まあ、一旦採用証明書を会社から書いてもらって、でそれを出してくれれば停止して、で辞めた後に退職証明書をまた書いてもらって、出したら失業保険また受け取れますよと教えてもらいました。で結構面倒だけど、まあ仕方ないですよね。でそれで今その採用証明書を会社に送って待っているところです。でこれが失業保険を申請した7月初めより前の日にちでその内定の日が書かれてたら、まあ、厄介なことになるので、ちょっと今から震えています。でまた採用証明書が届いたらこの件は動画でお知らせします。ということでテレビくん、8月から2ヶ月間働くことになってしまいました。前にも働いたことがある職場だし、で期間も短いけど、もう自由に寝起きできる生活からまた7時起き固定になって、で昼寝もできないし、まあ、作業もできない生活になるのがしんどいです。でせっかく AI 美女チャンネルも600人超えて収益化もうすぐってとこなのに、もうわーって感じですね。まあ、でも、まあ、貯金も少し心もとないので、まあ、2ヶ月間働いて、でその間も作業して、で多分このペースでやっていけば、まあ、10月には収益化達成してると思うので、まあ、ちょっと頑張ろうかなと思っています。で本格的な無職は10月からになってしまいました。いやー、もう夏の一番暑い時期に外出たくないですよね。もう正直ちょっと地獄だけど、もうこれが最後だと思ってやっていきますといった動画でした。皆さんは夏に外出たいですか？よければコメントで教えてください。最後にツイッターもやってます。フォローよろしくお願いします。エンディング曲はオリジナル曲のニートでいたいです。概要欄からフルバージョンが聴けるのでぜひ聴いてください。欲しいものリストを公開してます。テレビくんが欲しがってるものが知りたい方はぜひ覗いてみてください。最後まで見ていただきありがとうございました。